私も本当にアフィアサーガさんが大好きで、あのオーディションに応募したので、なんかやっぱりこういう大好きな先輩と妹分っていう一番近いところで活動させていただけて本当に嬉しい。アフィリアサーガの妹分ユニットイケてるハーツ、アフィリアサーガです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この日は憧れの先輩と合同イベント。もう妹分ユニットではあるけど、もうむしろアフィリアよりしっかりしてる感じあるよね。良きライバル、良き仲間みたいな。こうやってまさか一緒にリリースイベントをやらせてもらえると思わなかったんで、なんか今じゃ、ね、夢だよ。夢みたいです。夢が叶ったらしいです。光栄です。どうしよう、緊張、緊張、え、めっちゃ緊張してきました。新曲初披露だもんね。そうなんですよ。楽しみ、見たいな、スリープガール。じゃあハイムリーやって。その初披露曲の振り付けがこれ。裏でやってるね。え、ここからこうやって腰悪くなっちゃう。見てるね。イケてるハーツ、いくぞー。大勢のファンが来てくれた昭島のステージで新曲を初披露。アフィリアサーガのメンバーも見守る。会場を大いに盛り上げたイケてるハーツ。そんな彼女たちは研修生時代、シンガポールやフランスに遠征したことがある。世界に羽ばたくため外国語を学ぶメンバーがいた。ボンソワール。ボンソワールってこんばんはですね。定期ライブの楽屋でフランス語とスペイン語の勉強が始まった。ボジョドゥディディズドゥスディアンっていうのなんですけど、と今日はと誕生日なんで、今日は私が、今日は私があなたを笑顔にしますっていう言葉を覚えてきました。アディオスとか有名だね。そうです、アディオスとかオラはすごい有名ですね。オラって何？オラはヤーみたいな、はいみたいな。あ、日本、英語で言うとはいみたいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。オラ、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 スペイン語？スペイン語。おお、ね。雰囲気で聞いたことある。なんとなく。ここで中国語で返すんじゃないの？ニハオ。すごい。イケてるハーツ。はい、はい、はい。夢は？イケてるハーツの夢はいっぱいありますね。イケてるを世界中で流行したいです。かわいいの、かわいいっていう単語の次にイケてるを流行したいです。イケてるがそのまま英語になるのが夢。どこがいい？タイに行きたいね。タイ、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 台湾に行きたいわ。台湾に行きたいわ。私たちのライブをやって、まあ、ライブ MC とかも中国語でみんなのなんか言ってることとかも訳してあげて、なんかね、心を通わせたいなってすごい思ってます。イケてるハーツ、行くぞ。世界に羽ばたく、そんな夢を抱くイケてるハーツの定期ライブが始まった。ライブ後半、MC 中に予期せぬことが起こった。台湾遠征に大興奮するメンバー。だが、すでに海外を経験している彼女たち、なぜこれほどまでに感極まっているのか。なんかもう私たち本当に海外に行きたくてしょうがなくて、でもなんかメジャーデビューしてから本当に行けるかどうか不安だったから、
台湾遠征、イケてるハーツは世界に羽ばたく夢に一歩近づいた。